アルティキエーロ作フレスコが、キリスト卓形のディテール、パドバ、サンタントニオ大聖堂、アルティキエイロ・ダ・ゼービオ、または、アルディギエリ・ダ・ゼービオはゴシック期のイタリアの画家。ジョットの弟子で、ベローネ派の創始者と言われている。主に、ベローナとパドバで仕事をした。アルティキエイロの作品で現存しているものは、ベローナのサンタナスタージア教会。 パドバのサンタントニオ大聖堂とサンジョルジョ祈祷所にある。アルティキエーロ作壁がセイギオルギウスの内首のディテール、パドバ、サンジョルジョ祈祷所アルティキエーロはおそらくゼービオ近郊のどこかで生まれた。ベローナをデラスカーラ家に仕え、やがて重要なメンバーの一人となった。1364年頃、サラデルパデスタの デラスカーラ宮殿でフラウィウス・ヨセフスのユダヤ戦記に基づく連作のフレスコ画を描いた。パドバのサンタントニオ大聖堂にもアルティキエーロが描いたフレスコ画がある。サンジョルジョキ当初の仕事はこれまではヤコポダ・バンチの仕事とされてきた。実際は二人の共同作業でアルティキエーロは報酬として792ダカット受け取った。 聖ヤコブの生涯を描いた最初の7枚は、アルティケエイロが描いたものである。ありがとうございます。